あちち、暑いよ。確かに今年はまだ7月だってのに、猛暑がすごいことに。いや、そっちも大変なことだけど、私が言ってる暑いってのは、先日公開されたコードギアスダッカンのロゼ、第3幕のことだよ。姉さんが毎月見てる、今一押しのアニメですね。ディズニープラスも契約して、配信でも追ってるからね。今一押しどころか、人生で心に残ったアニメになるかな。手ぶらいにはハマってるよ。沼ってますね。特にこの3幕は、これまで見続けてきてよかったと思えるような、素晴らしい仕上がりになってるから、今日はそのあたりをたっぷり語りたいと思う。当然ながら、ここから先は第3幕はもちろん第1幕第2幕の内容のネタバレ動画となるため、まだ見ていない方はご注意ください。それでは行くよ。第7話は、前回第6話の直後から始まる。アッシュが自分の父親を殺していなと知ったサクヤは、改めてアッシュの素性を調べ上げるため、北海道にあるラベンダーホームを訪れる。アッシュが過ごした孤児院ですね。昨夜は孤児院のシスターにギアスを使ってアッシュの過去のすべてを知ることとなる。繊細孤児となったアッシュは身の弟ニコルと共にラベンダーホームに身を寄せる。本当に仲睦まじい兄弟でホームでも明るく暮らしていたらしいけど、転機はすぐ訪れる。当時ブリタニア帝国のナイト・オブ・ランズの一角、ナイト・オブ・ファイブを務めていたノーランドが兄弟を養子として引き取ることとなったんだ。ノーランドはラウンズだったんですね。でもなぜ養子に？簡潔にまとめると、貴族の社会的責任として孤児を引き取り育てるっていう制度があったから。これがアッシュに大きな絶望を与える。ノーランドは引き取った兄弟に愛情を注ぐなど全くせず、自分のために戦う兵士として奉仕することを望んだ。体の弱いニコルにはそんなことはできない。だからアッシュはニコルの分を含め、ノーランドの忠実な兵士になるべく過酷な日々を生きる。クリストフによる訓練、政敵を暗殺させるノーランドの命令、こなしていくうちにアッシュは強力な戦闘マシーンとして完成していくが、心は蝕まれていく。それでも弟ニコルと生きられるささやかな幸せを糧に生き続けた。だが予想しえなかった悲劇が2人の兄弟にまたまた襲いかかってくる。いつもと同じようにノーランドの命令で貴族を暗殺するアッシュだが、現場でルビーという少女と再会する。この子ってオープニングに映ってた女の子じゃないですか。彼女も繊細孤児でラベンダーホームで共に暮らしていた女の子。この子もいわば兄弟と家族だった子なんだ。ルビーもまたアッシュたちと同じように貴族の家に引き取られていたんだけど、その貴族がノーランドの政敵だったためにアッシュは暗殺せざるを得なかった。ルビーに自分の保護者を殺す瞬間を見られてしまった。地獄じゃないですか。さらにそれは加速していく。さすがにルビーは殺せないと躊躇していたアッシュの前で、何者かがルビーを銃殺する。その何者かとはニコルだった。兄の手助けをすべくニコルも暗殺業に関わっていた。家族が家族を殺す現実に絶望するアッシュ。でもまだこれで悲劇は終わらなかったんだよ。マジっすか。もうお腹いっぱいなんですけど。暗殺に不慣れなニコルがルビーを殺した際にかなり大きな騒動に発展してしまい、秘密裏に済ませたかったノーランドたちはこれを問題視。それを兄ではなく自分の責任だと謝罪するニコルに、ノーランドは責任を取らせるべく無情にもニコルの身体に剣を突き立てて殺したんだ。うま。当然アッシュは逆上してノーランドを殺そうとするも返り討ちに遭い投獄される。そこでアッシュは元北海道ブロック領主でありスメラギ昨夜の父でもあるスメラギ15と出会う。すでにネオブリタニアが北海道を侵略した後の話なので、15はその影響力を恐れられて投獄されている。そしてこの時期は昨夜に成り変わった桜も軟禁されている時期でもある。向かい合わせの牢獄で秘策にアッシュで話しかけ、徐々に堅くななアッシュの心を15は溶かし、身の父親のように尊敬される。15は弟を失って昇進するアッシュにまた好きな人を作ればいいとのアドバイス。冗談話ではあるけど娘昨夜と結婚すれば的な。なんか伏線っぽいですね。だがまたしても幸せな時間は破られる。ちょうどその時期にクロドたちがレジスタンス組織を率いて一斉放棄。その時点で15は持ち泉としてノーランドが処刑を命じてくる。だが
自分を救ってくれた恩人をむざむざ殺させるわけにはいかないと、アッシュは15に脱出を持ちかける。自分が15と娘の昨夜を守ってみせるから、と。だが、この脱出計画は事前に看破されており、15は昨夜のことをアッシュに託し、殺されてしまう。もともと15は助かろうと思っていなくて、昨夜を守ってもらうためにアッシュだけを脱出させようと思っていたみたいだね。アッシュの過去すべてを知って、昨夜は強い罪悪感に駆られる。どうしてですか？ここで、昨夜がアッシュにかけたギアスの詳細がわかる。とある戦場でアッシュと昨夜は遭遇してしまった。アッシュは昨夜だと気づいたが、何も知らない昨夜はギアスをかけてしまう。最も大事なものとして、私を守りなさい。結果的にこの命令、特に前段の最も大事なものとして、のせいで、アッシュが最も愛していた弟の位置にいるものとして昨夜、後のロゼーと記憶が塗り替えられてしまう。悲しいすれ違いですね。あの時点で昨夜がギアスを使うのは、しょうがないにしても、最も大事なものとして、の部分がね、孤独を恐れている彼女の本音が出端じゃないかと思う。アッシュの尊厳を踏みにじっていることに気がついた昨夜は、もうロゼでいることをやめようと決意するのだけど、クリストフ率いる部隊に包囲され、捕まってしまう。このおじさん、確か前のお話でロゼを追跡していたんですよね。全てお見通しだったってことだね。その正体が本物のスメラギ昨夜であることも含めて、そして調査の過程でロゼが出入りする七甲星団の味ともバレてしまい、ネオブリタニア軍の総攻撃が始まろうとしていた。ロゼを欠いたアッシュ、七甲星団の前に現れたのは圧倒的な軍勢と、それを率いるキャサリン、そして改造されたアーノルドだった。出た、令和のオレンジ枠。苦戦を強いられる七甲星団。特にアッシュは自らが望んで道具となったアーノルドと彼の新しい機体ローエングリンに大苦戦。さらには戦闘中、アーノルドに備わったギアスキャンセラーで昨夜のギアスを解除。ロゼの記憶がニコルへと戻り、アッシュは精神的に混乱し追い詰められる。昨夜がいない場所で起きてるのが本当に。そこで七甲星団やアッシュにとある情報が提供される。ロゼが連れて行かれたクリストフの研究所の位置情報だ。アッシュはすぐさま急行する。え、七甲星団は？っていうか、その情報は誰が？アッシュにとっては、なぜ昨夜が弟を語ったのかが重要なんだよ。そして情報を流したのはアインベルクのスタンリーだ。仲間でありながら、彼はクリストフが推し進めるギアスをオカルトとして心よく思っておらず、自分の研究こそをノーランドの計画の中心に置くために、裏切ったって感じっぽい。アインベルク、特にノーランドら上層部が一番言いは出ないことがこれで確定したね。昨夜を捕らえたクリストフは、自分たちでギアスを作り出すため、実験を行おうとする。まさか昨夜ちゃんが、あんなことやそんなことを。まあこの高速衣姿がかなりエチチなことは確かなんだけど、そういうのはなかった。というのも昨夜自身ではなく、クリストフが用意した日本人の捕虜などに、昨夜がギアスをかける。ギアスをかけられた日本人の体を、非人道的なやり方でもって調べ上げるという。やり方をクリストフは取ることにしたんだ。もちろん対象者の命なんて、えぐすぎる。昨夜自身に危害は加えられないが、かけた相手が死ぬことを分かっていながらギアスをかけられるわけがない。でも昨夜が躊躇していても、その捕虜たちは見せしめに殺されてしまう。地獄。拉致が明かず苦しむ一方の昨夜だが、そこにジーアポロを狩るアッシュがやってくる。どうしても昨夜に問い詰めたいことがある。アッシュは研究の邪魔をされたくないクリストフ、かつての師匠と激突する。最初は互角に見えた戦いなんだけど、冷静さを取り戻したアッシュは、クリストフの乗るエルグリプスを撃破、クリストフは間一髪で脱出したけど、そして、昨夜に銃口を向けてアッシュは真実を問いただす。それに対し、昨夜は起きたことを正直に語り、申し訳ありませんでした、と土下座をする。どこかで見たような。私は、反逆のルルーシュの有名な土の味を明らかに意識してる流れだと思ったよ。あの時のルルーシュほどこじれてないから、昨夜は素直に謝れた。しかし正直ここは予告で何度も見ていたから、予想の範囲内、問題はこの後だよ。何が起きたんです？昨夜は、それでも桜を奪還しなければいけないから。これまで通り、アッシュに協力を要請したんだ。その後、G
自分はどうなってもいいからという条件をつけて。なかなかですね。良い度胸だとは思う。でも申し訳ないことをしたと思っているのも事実だから、相当な覚悟で頼んでいるのも事実だと思うよ。自分が許されたいとは鼻から思ってないんだろうね。アッシュのためにロゼをやめなきゃいけないとは思ってたし、クリストフがギアスを解除できると言い出したら真っ先に食いついたし、アッシュを解放してやりたいとは思っていたわけで。でも桜を助けるためにはどうしてもアッシュの力がいる。恥知らずと思われてもここは頭を下げて頼むしかない。そう腹をくくったんだと思う。それでアッシュの返答は？一発銃をぶちかます。ひえ。もちろん昨夜には当てなかったけど、やはり弟を語っていたことを許せない。アッシュは昨夜を置いてアポロと共に研究所から出ていく。見捨てたんですか？でもアッシュのことを考えれば、見捨てたことを非難されるいわれはないよね。私も見てて本当に驚いたけどね。お前本当の本当にかって逃げ延びていたクリストフは、実験を再開し昨夜を苦しめようとするも、今度はアッシュも戻ってきて間一髪で昨夜を救う。昨夜は隙を見てクリストフにギアスをかけようとするが、操り人形になることを嫌ったクリストフは自害する。アッシュへの仕打ち、先の実験とも合わせて昨夜は直接人を殺めるギアスは使ってないけど、これでギアスの本質に気づいたんじゃないかと私は思う。そしてなんだかんだ助けに戻ってきてくれたアッシュ。ロゼのことは許せない。でも自分を救ってくれた15のことは信じたい。だから昨夜のそばで見定めることにした。また守ってくれるんですね。さっき土の味との比較って話が出たけど、本当にそれとは真逆で、とりあえずの和解が成立したんだ。これはアッシュと昨夜双方が生真面目な性格だったのが大きいなぁと私は思ってるし、ちょっと感動したよ。でも状況はめちゃくちゃ悪化していて、昨夜のメンタルは落ち込む一方だった。ネオブリタニアの殲滅作戦に敗北寸前だった七光星団は、他のレジスタンス勢力の自爆特攻に助けられ、なんとか全滅は免れた。しかしあまりにも犠牲が大きく、今後の作戦の見通しが立たない。そんなところでネオブリタニアが超合衆国には平行渉を提案してきたからさあ大変。アッシュとのギクシャクは続いてるし、桜の正体もネオブリタニアにバレて心が追い詰められている昨夜、そこに混迷する状況が襲いかかってきて思考停止。ロゼの姿で現れた作戦会議でもわからないと方言してしまい、七光星団の物部にブチギレられる。俺たちを生かすために犠牲になった者がいることを忘れるな。その言葉と戦死者に涙を流す人々を見て、昨夜は改めてロゼが背負った重い責任、桜のことだけでなく故郷奪還の決意を新たにロゼとして戦うことを一人で静かに誓う。アッシュが優しく励ましてくれるとかじゃないんですね。アッシュも昨夜と共にいる選択をしただけでいっぱいいっぱいだと思うからしょうがないよ。ちなみになんだけど、前回バルターに襲われかけた桜だけど、バルターは実は味方でしたってオチで、日本人を救うための政策にずっと協力してもらってる。着実に賛同者が増えていて安心したよ。キャサリンはどうなんです？たびたび衝突はしてるようだけど、決定的な決裂はしていない感じ。どうもキャサリンが強さにこだわるのは両親を亡くしたことと関係してそうっていう描写が差し挟まれてて、桜は次第にキャサリンの弱い部分に気づき始めている感じだね。最終幕では良い関係になるんじゃないかな。話が戻ってネオブリタニアと超合衆国の和平交渉なんだけど、ネオブリタニアの代表としてナラが派遣されるんだけど、かなりのやり手で超合衆国を翻弄し交渉は停滞する。やはりナラも自分たちを追い詰めた世界への憎しみが強く、そう簡単に手打ちにするつもりはないという意志の強さを見せつける。走行してる間に作中では数ヶ月が一気に経過した。力技すぎません？その間のアスと昨夜のこととか気になるんだけどね。とりあえずフランクに会話できるぐらいの仲にはなってる。ちなみにここでアッシュの意中の相手ラズベリーさんが昨夜だったことがバレるんだけど、恥ずかしすぎて真っ赤になるアッシュがめちゃくちゃ面白いので見どころだよ。その数ヶ月の間も和平交渉に全く進展は望めず、黒の騎士団総司令コーネリアは
女神楽、二丁合衆国議長復帰を要請するんだ。おう、反逆レギュラーがまた復帰。ここからお話がまた急展開していって、旧作ファンにとっては鳥肌ものとなっていく。一体何が起こったんです？和平交渉で時間稼ぎをしたノーランドは、全世界に怪しげな兵器をばらまいていた。それは人間だけを殺す殺人マシーンなんだ。なんと、それってまるでガンダム F91 の。皆まで言うな。世界の大混乱が始まる。というところで今回の第3幕は終わるんだけど、その異変に気づく。という形で過去のコードギアスキャラたちが大量に出てくる。反逆のルルウスからは、カブラ、コーネリ以外に、元ナイトオブラウンズのジノが、さらにゼロの仮面をまとったスザク、そしてナナリーも。ようやくゼロが、一体なぜ今まで出てこなかったんです？それがなんか深い理由はないっぽいんだよね。復活のルルーシュの舞台となったジルクスタンの空港にいたんだけど、多分ナナリーの付き添いで各国を訪問していたとかなんだと思う。黒の騎士団の活動からはもう身を引いてるのかも。そしてお次は亡国のアキトから、主人公アキトをはじめとする元ダブルゼロ舞台の面々が、さらに漫画作品総合ノーズからはオルドリン、ソキア、オルフェウス、マリーベルが登場。漫画作品からも客演とは珍しいですね。オズはスマホゲーにも顔を出してるとはいえ、これはちょっと驚きだったね。オルフェウスはともかく、マリーベルの生存確定描写はなかったので、ここまではっきり出てきたのも驚きだった。もともとスタッフからの話で、過去のギアス作品を知っていると、ここから先、良いことがあるかも、と匂わされていたからなんとなく予想はしてたけど、この感じだと最終幕ではちゃんとギアスオールスターズをやるらしいね。ブルーシュたちも黙ってるわけはないだろうし、これでロゼたちが食われないかが心配だけど、うまくやってくれると信じてる。とにもかくにも完結する次回の最終幕が楽しみですね。奪還のロゼの物語として、そして18年続いたコードギアスの集大成として、とてつもなく盛り上がる作品になると信じてるよ。次回への期待が大きいからついつい言いそびれちゃうけど、今回の第3幕も単体としてめちゃくちゃ良いエピソードだったのも確か。サクヤとアッシュの人間臭さが前面に出ていて、感動するところも大きかった。一旦は和解した2人の関係性が最終的にどう着地するのか、すごく楽しみだ。今回は以上です。皆さんの感想もぜひコメント欄にお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次のコードギアス動画でお会いしましょう。